思う返せません赤崎です。降りしきる雨の回瀬尾です。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、はい、今回こちらです、うん、僕との面ということで、あ、はい、川口市前川にございますけども、なんとこちらが、9月20日にオープンしたばかりのお店でございます。ステータスを見ていくそれ、うん、というわけでね、わらび駅からなんと徒歩35分かかります。すんごい中間地点にあるんですね。最寄りです、最寄りです、これは。あのイオンの、うん、世界最古の、まあ、イオンにあった、世界最古で、日本最古なんで世界最古です。ジャスコ、ジャスコにあった森高というお店、うん、まあ、イオンが閉店しちゃったんで、はい、これ移転して再スタートを切ったという、なるほど、お店でございます。で、こちらご覧ください。まあ、生姜がね、まず入れられるよというのが一つの特徴だけでなく、なんと肉カストッピングというのがあるんですね。これ後ほど見ていきましょう、はい、ね、さらになんと生卵も無料ということで、いいですね、いっぱい入れられるんですが、今回頼むこの CSYM という CSYM、 C チーズ、 S しびれ、 Y やばい麺ということで、CSYM 頼んでました、はい、こちら見てください。生姜、肉カス、しびれ、それぞれ入ってますね。しびれが気になりますか？気になります、うん、気になりますか？後ほど見てみましょう。あー、なるほど、まずはね、ご覧の、あっとっとっと、結構な豚さん、非常に大きい豚ですね、うん、わらじ入ってるかと思いましたね。はい、早くわらじが入ってると思いました。危なかった、豚なんですよ、実は、はい、ね、油もない引き締まり豚なんで、はい、僕は結構好きでした、これは。なるほど、はい、肉の繊維にスープを染み込ませながら飲むとうまいぜというね、うんうん、一品でございます。あっとっとっと、スープが、早速見ていきましょうか。もやしの、もやしがあの大乱闘のギリギリのみたいぶら下がってるやつね、あの豚と鶏のやや乳化スープでございます、うん、そして野菜なんだけどね、これ僕の大好きな、もう超くた野菜でしょ。あ、はい、で、本当は1キロまで増やせるんだけど、1キロ、そう、ちょっとひよっちゃって、もっと増やせばよかった。いや、マシマシ TV、 マシマシ TV だから、おい、マシしまでしかなかったの。あ、そう、あ、そうそう、で1キロ、そうそうそう、で、このしびれなんだけども、はい、豚にあんかけがかかったオリジナルトッピングでして、あんかけ、そう、で、ここにですね、ホアジャオという、うん、山椒よりも強いスパイス、多分かかってます、多分、おそらくなんですけど、あっとっとっと、うんってしびれちゃったけど、はい、で、この麺ね、麺なんだけども、はい、これね、こちら、まあ、つるっとしてまして、非常に喉越しがいい太麺なんだよね、あんま太く見えないですね、でも、あ、そう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 、で、これ湘南麻生製麺金製ということで、この製麺からすると太麺らしいです。あ、なるほど、まあ、でも普通盛り 200g なんで、まあ、大盛りにしてもいいのかなという感じですけど、ニンニクと生姜がこう、あの双子みたいに乗ってましたが、はい、双子みたいに、まずはスープで溶いていき、うん、はい、ね、かけるのかと思いきや、ちょっとその前に肉厚を挟んで、肉カスを挟んで、肉厚を、肉厚を、味変わる前にね、とろっとしてて油が効いたね、あのカスでした、カスでした、肉ちゃんとつけないとカスでした、肉カスでしたね、はい、そしてニンニクパワー、味を教えてくれよ。これね、様々な要素がブレンドされてて、もうバリスタも驚愕の味わい、ね、非常にいいブレンドをしてますね。もうチーズうまそう、チーズすごいでしょ。で、しびれチーズをちょっとやっぱ作成して、今回の食やっぱしびれかな、うん、頬張るとうまいよね、麺の後に。あ、ここで、そう、忘れてた、そう、ようやく出てきましたが、生卵、まあこちらにまずはね、こう返しをちょっとこう投入していきまして、さあ、その後何をするのか、ん、そうなんです、詰め替え、黒胡椒、タイミング、あ、そっちにね、そっちに入れるんです、こっちに入れるんですね。で、さらにスープも入れちゃうよということで、はいはいはい、まあ、小さな器をね、やっぱり作っていかないとね、はいはい、これ進んでいくんだけども、これね、違いましたわ、やっぱ、うん、卵とこのホアジャオの組み合わせ、もう初体験ですよ、滑らかなのにしびれる、ね、野菜をね、投入してもうまかっただろうね、うん、しなかったんでしょ、できなかった、できなかった。あ、と言いつつね、このチーズを、うん、ね、こっちに入れていったら、あ、そのままいくのか、そうだ、そのままいくんでした、そのまま、まあ、お好みでね、それはお好みで、アフター生卵でしたね、アフター生卵後からね、そうそう、そう、あ、あ、ほら、別皿ホアジャオ、別皿ホアジャオが、うん、ちょっと匂い嗅いでね、入ってますが、あ、ちょっと試してみる、まあまあそうだよな、ね、バサーしまして、全部いきますけども、もうあんまり麺が残ってなかったんで、これしびれちゃうぞ、かなりの濃度なのか、どうなんだ、すごいよ、行くか、行った、はい、結果
間が浮き出る。すげえ痺れたんで、バシッと。ごちそうさんでしたー。いやー、いろいろ試してたら、あっという間にごっつさんでしたよ。はい。本当に。あ、そして、出ましたねー。歌量も入ってますが、マシマシでね、82.8。いやこれ絶対次回行ったらもう野菜1キロで行きたいと思いますんで。あら、何が35分あれが35分です。次の最寄り駅は東浦和駅だからね。本当にね。でもね、これ一つ僕注目したいことがありました、はい、店長さん、はい、あの行かれてたんですよ。行かれてちょっと待ってくれ、暴言。待って先に行っちゃうパターンね。どうしよう、行かれてたの。麺屋歩むに、この前見ましたよね、麺屋歩む相模原の。ダメですか。ちょっと行かれてたに聞こえちゃったよ。すいません、マジか。そう捉えちゃったよ。ね、わかりました。撮らせていただいていいですかって言ったら、はい、マシマシ TV 見てますよと。嘘。じゃあ行こう。行きますか。行こうよ、すぐ行こう。明日な、明日な。いや多分君も無理でしょ。というわけで、僕との麺、皆様も、はい、機会がありましたらぜひ行ってみてください。はい、そんなしゃ、はい、せい、はい。